県から愛媛県へ移動しておりますが、高校の友達に乗せてもらっております。奇跡的に四国は一回もヒッチハイクせずに県を渡りでおります。ありがとうございます。いえいえ、どうも。なんかこの車小さない？でも顔でかいこれ。俺がなんか今日めっちゃ俺のジャンバーが小さく感じんねんけど。俺のせいや、顔でかいから。なんかこれ車線狭ない？車線狭い。顔でかいから。俺ごめん、ほんまに。香川ってこんな小さかったっけ？いや、俺の顔が、俺のせいや、ほんまにごめん。顔でかいから。俺が四国って思ったより小さい。で、俺が顔でかいから。俺一人のせい。俺一人で酸素取って持ってる。ごめんな。昨日香川県でお世話になったボブさんの紹介で、松山のビルの一角で総称ランドオープンしております。高校の同じ白球を追いかけてた仲間とまさか愛媛県で会うとは思いませんでした。イエーイ、ありがとうございます。さっきのコーラも高校野球同じやっててさ、5年ぶりとかに会うねんけど、それでもなんか昔と変わらん話とかしたのにさ、まあ、わざわざ四国まで来るってなった時に送り迎えしてもらってたら嬉しくにくらって言ってくるからさ、そういうのほんま嬉しいよね。爪磨きしながら日本一周してますね。で、ご縁あって、こちらのマンションのオーナーさん、ビルのオーナーさんが使っていいよって言っていただいて。そうなんです、34日目です。カラオケ行こうんだ。そうなんですね。よくカラオケには行かれたんですか？かなり上手です。お箱は何ですか？五木ひろしさん。お友達と行かれるんですか？いや、一人で行かれる。1日1時間ぐらい帰って。まあ、夢を聞かせていただいてもいいですか？僕の？はい。僕はね、もう80なんで。そうなんですか？普通に定年したばっかりなのかな。歌手ですか？いや、いいっすね。じゃあもう今は80から練習してるってことですか？まだ79やけんね。はい、あと1年ぐらい修行して。はい。可能性がない。いや、なりますよ、絶対。それはね、毎日練習して。僕より下手な人でね、はい、お兄さん歌うよりも、はい、歌手しようよ、人が多くて。それなら大丈夫やな。じゃあもう本当に3年後紅白出てるかもしれない。いやいや、それは分からんけど。いや、その歌手になるっていう夢を持って、もうその思いを込めて磨きたいなと思って。やっぱり年寄りは年寄りの味があるからね。ああ、そうっすよね。若い人のは分からんところはあるからね。その経験とかも絶対武器になりますよね。伸び盛りですよね。79歳伸び盛り。そうなんよ。からまた夢へ近づくために練習、秘密の特訓をするってことですね。終わりました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。紅白目指して頑張ってください。はい、頑張ります。79歳伸び盛り。伸び盛り。みんなも頑張りましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。またすぎるやろ。もう俺もまだまだ頑張らなあかんなって思って。いや、79歳で今歌手を目指してるってかっこよすぎるやろ。趣味でカラオケ行ってんのかな思ったら、歌手になるために練習してるって言ってて。ついにあの有名な道後温泉街に来ましたね。なんか見たことある有名な汽車。でも道後温泉の前に野球人として絶対行かなあかん場所があるんですよ、愛媛県は。道後って書いてます。でもまずは行かなあかんところがある。もう温泉よりも何よりも先に行かなあかんところが
感動やね。正岡式蔵、もう道後温泉入らんでええからここでずっと寝たいわ。すいません、よかった写真撮ってもらってもいいですか。いいっすよ。正岡式蔵の前で、ね、あ、正岡式蔵入ったらいいな。はい、式さんを送ってください。どうやします。どうぞ。ありがとうございます。いやもう最高の写真です。ベースボールを野球と名付けた正岡式蔵です。いやこれが見たくて愛媛に来たんですよ。あ、どこから来た。大阪っす。松山といえば鯛めし、うまそう。今日は場所を提供してくれたオーナーさんが特別にここ泊まってええでと空いてる部屋を貸してくれました。